パプマリック・ディアカテはセネガル・ダカール出身のサッカー選手。元セネガル代表である。ポジションはディフェンダー。AS ・ナンシーの下部組織出身であり、2001年10月20日、リーグでの LB ・シャトール戦でトップチームデビューを果たし、前半は左サイドバックとして、後半はセンターバックとしてプレーした。2002から03シーズンはレギュラーとして、 リーグ戦25試合に出場したが、2003から04シーズンは負傷のため17試合の出場にとどまった。2004から05シーズンはリーグ1昇格の原動力となり、プレーぶりが高く評価されてリーグ2のベスト11に選ばれた。2004から05シーズン中にセネガル代表に初招集され、2006年にはアフリカネーションズカップ2006のメンバーに選ばれた。 2005から06シーズンと2006から07シーズンはそれぞれリーグ戦30試合以上に出場した。2007年7月18日、ウクライナプレミアリーグの FC ディナムキエフと契約したことが発表された。8月1日の FC チョルノモレツオデッサ戦でデビューした。トップチームでの地位をすぐに確立し、9月1日の FC ハルキウ戦で、頸骨を骨折したが、 復帰後にはしばしばキャプテンも務めた。2009年12月16日には FC ディナムキエフを離れ AS サンテティエンヌに半年間の契約でレンタル移籍した。2010年夏にはオリンピックリヨンに1年間の契約でレンタル移籍し、比較的多くの試合に出場した。2011年8月26日、スペインのグラナダ CF へ完全移籍。 遺跡金はグラナダ CF 史上最高額の450万ユーロ。2016年1月シーズン終了までの契約で AS ンシーに復帰した。ありがとうございます。